大トラツグミは、スズメメツグミ科に分類される鳥類の一種である、トラツグミの亜種である、独立種とする説もある。日本の奄美大島にのみ流鳥として生息する、隣接するカケロマ島では、伝聞として冬にトライした可能性が示唆されている。NPO 法人奄美野町の回答により継続して、実施されている繁殖期の調査により、2006年頃から、個体数、 分布域ともに回復傾向にあり、2010年頃からは300倍以上のさえずっている個体が確認されている。全長は約30センチメートルで、トラツグミとその近縁支柱では体が最大の個体群である。トラツグミと外見は似ており、羽の色がやや暗色で文様が不鮮明である。野外での識別はかなり難しい。お葉の枚数が本種は12枚。 トラツグミは14枚である。アマミ大島の常緑昇葉樹天然林に生息する。地上で歩きながら採食し、巣のひなには主にミミズを給仕する。枝に止まって、夜を過ごす。繁殖期の前半には、澄んだ、響きの良い、よく通る声で夜明け前の30分ほどの暗い間に、一斉にさえずる。繁殖期以外の季節には、繁殖期よりも広い範囲で夜も昼も、 散発的にさえずりの声が聞かれる。本種は2012年時点での分類では、虎つぐみの足とされているが、お葉の枚数という形態的に明らかな違いがあること、つがい形成と繁殖に重要な機能を持つさえずりが全く異なること、生息地で越冬もする虎つぐみと交雑は確認されていないことなどから独立種とする説もある。ユーラシア大陸の東東南及び、 ヒマラヤ地帯に広く、多様な近縁個体群が分布しており、全体の系統解析が望まれる。なお、学名は、日本庁学会において、トゥルデスダウマアマミを記載し、石田、樋口は、その時点の世界の目録を参照して、ズラザーダウマアマミとしているが、日本庁学会及び、日本庁学会では、ZD メジャーとされている。2012年時点では、 これを用いるのが誤解を招かない。1990年代までは生息地である総霊の商用樹林の伐採等による減少と分断化により、絶滅の危険性が高いと考えられたが、森林の回復や侵略的外来種フイリマングースの駆除事業の成果等が明らかになってきた2006年頃から、個体群は回復傾向にある下記の指定等を受けている。ありがとうございます。